皆さんこんにちは、クロウです。今回はロマサガのツバイクバトル、こちら1層目のねウォールクリアの動画を出していきたいと思います。ちなみにね、ラウンドを全部流すととても長いので、ラウンド7から流しています。ちょうどね、なんか1体の強敵が出てきたので、で、ラウンド8はですね、ザンが弱点の敵がたくさん出たので、結構簡単にね、倒すことができました。まあ、この時点でもう戦闘力はですね、8000くらいになっていて、まあ、全力応答をかけておけばね、2つ目か1つ目の技を出してくれるので、結構ね、サクサク倒せるという感じになります。まあ、ただですね、このようにスライムだけはね、めちゃくちゃ強いので、若干注意は必要かなというところです。で、まあ重要なことなんですが、まあ、敵はね、ランダムだったはずなんで、まあ、このクリア動画を見てもね、まあ、あんま参考にならないかなとも思っています。まあ、ただ戦闘力がね、まあ、7000とか8000とかあれば、まあ、どんな敵が出てきてもね、倒せるんじゃないかなというふうに思います。でもこれラウンド10なんで、もうオーバードライブをかけてね、一気に削ってしまおうというところです。ここで負けたらですね、もう一回やらないといけないんで、ここは決めたいところですね。で、まあ、このように1層を全部クリアするとですね、報酬がもらえるんですが、メダルがね、180枚手に入るはずです。で、これでね、結構いろんなものに交換できるので、まあ、頑張ってもらいたいなって思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に、高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。